福島着いたぞ。こんな可愛いのも。小松島リゾートまでお願いします。小松島リゾート、はい。着いた。なんか日本じゃないみたい。ありがとうございます。お待たせいたしこの猫ちゃんはどこから来たのでしょう。蝶々と蝶々と遊びしてたよ。お、こっち見、あ逃げちゃった。うわもう海やん。うわすごいですね。海だ。うわちょっとカヤックまだ乗れないです気持ちよすぎて。海だ。これに乗るんだ。わよいしょ。通常こういった海のアクティビティは次の日の朝チェックアウトの後という形らしいんですけども、私は翌朝、すぐにお仕事があったため前倒しで海のアクティビティに来ております。これ瀬戸内海ですよね。わー。和歌山まで見えるんだ。あー、うっすらなんか見える。本当に淡路島近いんですね。近いです。ほんと近いですね。結構これで波少ないやん。結構波あるやんみたいな。いい顔してるの。
地元農家、漁業と連携して当日採れた食材を提供してるんだって。もうね、本当に新鮮で美味しかったです。そしてこの環境、ごちそうさまでした。出るのかな。